サメ肌どうしたんですか。川渡ったから匂わないんだよ。匂わないんだよって、サメ肌と女川渡ったんでしょ。どうしてあなた渡れないの。濡れるだろ。濡れるだろ。水ダメなんですよ。水ダメなんですよって、子供なのあなた。どこの世界にチンゲの生えた子供がいるんだよ。チンゲ、たかが1億だろうがよ。たかがって国の金に手つけてどうなるか分かってんのか。分かってんか、逃げてんだよ。逃げ切れると思ってんのか。思ってなきゃ逃げねえよバーバー。何がその口の利き方。郵便局に行ってきますだろ。郵便局に行ってきます。おじさん。おじさんはないだろう。トシ君は男と駆け落ちしたの。証拠あれじゃないですかね。いるよ。地元の女じゃないですかね。サメ肌お前の射程だろ。お前が探して示しつけろよ。サメ肌の女ってどんなのよ。俺が組織の金盗んだんだよ。なんでそんなこと。なんでってなんとなくだよ。だからトシ君をそそのかした男を殺してほしいんだよ。だからこれがただの家だとしても同じ金出すのかって金の話をしてるんだよ。この野郎、この野郎、この野郎。突然なんかプロペラ飛行機が目の前に着陸するんです。でなんか中からかっこいい男の人が降りてきて。なんだ好き。銃を下ろして。面白くなって出てねえかなあ。変わってる殺し屋ですか。なんすかそれ。